はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれということでですね。はい、もう私一通り号泣し尽くしました。はい、もう、泣きし尽くしました。はい、もう、ほぼ涙枯れました。はい、もうだから元気よ、元気よ。うん、もうさっきまでですね、もうね、もう字も読めん、もう俺字も読めんっていう状況だったんだけれども、これですね、あのですね、あ、これ、あのね、テレビにですね、あの、スンズローがですね、なんかちょっとピロッと映ったのよ、スンズローがですね、映ってる、あの、小泉進次郎な、あの、河野太郎を応援していやがった、あの、進次郎がですね、テレビに映ってですね、はい、これ、その画面をね、撮るのことができなかったんだけど、なんかね、終わったーと、進次郎が、俺の人生終わったーみたいな顔してたんですよ。俺、これでちょっと元気出た。ちょっと元気だ。そうだよね。そうだよね。今回の総裁選ですね、最悪の事態は免れたんだ。な、あの、何やの、小石川連合で、わけわからんもん。あの、最悪の事態は免れたというところなんだけども、でもこれなんですよね。はい、これが、今のタイミングで言うとですね、これほら、今ですね、岸田さんとですね、河野さんのですね、決選投票の集計中でございます。まだね、集計中なんですよ。まだね、結果出てないんだけど、まあ、あの岸田総裁誕生もうこれ確実でしょ。岸田総理大臣誕生これも確実でしょ。まあ、おめでとうございます。残念だったな。でもね、あのね、今回のこれが結果なんですよね。あの、見てない方いらっしゃるのかな。いないよね、そんな人ね、日本人でね。でも今回の結果いきますね。1位で、まずあの総裁選のですね、1回目の投票の結果ですね、1位岸田文雄さん合計で256票、2位河野太郎さんで255票、そして3位に我らが高市早苗さんで188票、そして4位は、まあ、野田さんで63というような形になっております。でですね、これね、これ見て、これ。おい、誰だ、泡沫候補っつったの。この議員票見て、あのね、はっきり言うよ。今回のせいはね、今回のね、責任はね、高市さんがもし1位になれなかった責任はね、あのね、俺みたいなやつにあるんだよ。俺みたいなやつ。ね、高市さん好きとか自民党頑張れって言いながらですね、わずかながらのお金を払うのが、でもな、特別党員2万円か高えとか、そんな余計なことを考えてですね、自民党の党員になっていなかった俺たちのせいだよ。そうだよ。な、まず見ろよ、この議員票見てよ。で、1位はですね、岸田さんで146、議員票だよ、議員票146積み上げているんですよ。ね、これ大したもんだと思うよ。しかしその2位、高市さんなんですよ。114票だぜ。あの、泡沫って呼ばれてですね、もう、ね、そもそもですね、これ20票ね、あの、この総裁選に出るためにはですね、20人の推薦人が必要であると。この20人の推薦人すら集められないんじゃないのかというか、ね、めちゃくちゃ言われて、マスコミに言われてですね、完全に無視をされていてですね、てめえふざけんなと僕たちは吠えていたわけだけれども、うん、そのね、高市さんがね、見ろよ、これ。114票だぞ。河野太郎86票じゃねえかよ。28票差。お、マスコミ、お前これ完全に逆の予想をしてましたよね。高市さんが80ぐらいで、河野さんは120にも迫ろうとしているということをですね、マスコミのアホは言ってたんですよ。これ本当にね、言ってたんですよ。どこだっけ、その記事。どこだ、これか。ほら、テレ朝、来ましたよ、テレ朝。朝まで生宴会のテレ朝がですね、昨日の夜ではですね、総裁選最終盤で岸田氏優勢か。これは間違いないんだけど、議員票で多くの支持と。見て、これ、どこだっけ、ほら、河野氏は石破派と石原派の大半を加え、麻生派や二階派から半数の支持を固め、なんと120票に届きそうです。は？は？は？何言ってんの？うん。でですね、高市総務大臣は2割以上の票を固め、80票ほどは何とか確保したようでございますね、と。は？は？お前逆じゃねえか。嘘ついてんじゃねえよという状況になったんですよ。つまりですね、高市さんは完璧だったんだよ。高市さんは完璧だったんだよ。うん。あの20人すら集められないかも。安倍さんの支援とかいろいろありましたよ。あったけれども、それは高市さんに実力がなかったらいくら安倍さんが押そうともこんな結果にはなってないんですよ。な。高市さんは完璧だった。やっぱりすごかった。もう20人すら集められないんじゃないかっていう、あのマスコミの意地悪報道の中もですね、ね、一生懸命頑張ってですね、それ、高市さんのあのね、あの、出馬の会見とかですね、あの、自民党総裁の討論会をとか聞いた人間がですね、もう高市さんは一択じゃないかっていうことでですね、一気に高市さんに流れてきたのがこの結果なんですよ。で、この結果ですごくてですね、これね、報道の通りであればですね、あの、二階のじじい、あの、二階くんですよ。二階派のね、20票から30票くらいっていうのが、最後でですね、なんと二階を下ろそうとしていた岸田さんのところに流れたんですよね。勝ち馬に乗るとか言ってたけどもね。で、じゃあね、その二階くんの票がですね、もし高市さんの方に流れていたら、実は議員票1位高市さんなんですよ。で、例えば20票だとしようか。で、20票引いたらですね、ほら、岸田さんは126票になるでしょ。で、20票高市さんに上乗せしたら、高市さん134票になるんですよ。わかる?二階くんの動きによっては、高市さん議員票では実は1位だったっていう驚愕の結果なんだよ。高市さんに何の隙もなかったんだよ。
高井さんは完璧だったんだよ。しかし問題だったのはこの党員党友票、俺ね動画の中で党員党友票をやり直せって俺言ったじゃんね。あの河野さんが年金に関してですね、あの自分の持論をグリグリグリって曲げたじゃん途中で、白紙に戻したでしょ、撤回したでしょね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、あ、これ終わったんじゃない、終わったんじゃない、どうもあれみたいよ、あの岸田さんとね河野さんのですね、あのあれ終わったみたいですよ。決選投票の結果。今確認回ってますよ。これ、この結果を見てこの動画終わりにしましょうか。でね、もう一回言うわ。俺何度でも言ってやるわ。うん。あのね、これね、党員党友票の、これもう一回やり直してほしいんだけど、無理なのかな？無理なのかな？だってね、この党員党友票のね、もう8割近く終わった時点でね、河野くんは自分の持論を曲げたんですよ。曲げちゃったのよ。ね。その持論を曲げる手前の河野くんの主張を聞いて、あの、投票していたのが、この党員党友票だったんだよ。ね。でも曲げちゃったんだよ。じゃあそれまでに投票書も無効にするのが普通じゃないんですか。こんなことが許されるんだったら最初の方にですね、耳障りの、死ぬほど耳障りのいいことを言ってですね、うん、消費税ゼロにしますとか言っててですね、で、あのね、投票の前日くらいにですね、やっぱり消費税動かしませんって言ったらですね、うん、党員投票ですね、もう獲得し放題じゃないですか。なあ、なんか納得いかない。私納得いかないよ。で、だからですね、今回のですね、この高市さん、高市さんの実力に何の問題もなかった。もう本当すごかったよ。もうほぼ無派閥の状態からですね、ね、もう野田さん追い抜いて、河野さん追い抜いて、でも岸田さんに迫ると、もう二階君の動きによっては岸田さんすら追い抜いていたんですよ、高市さんは。ね。で、これをですね、あの、信じてですね、自民党の党員になっていなかった僕たちの責任なんだよ、高市さんには。もうこんな思いをね、高市さんにさせたくない。ね。だからみんな自民党の党員だろう。うん、この動画で言いたいのはですね、あの、今すぐですね、あの、高市早苗のですね、あの、事務所に連絡をしたらですね、なんか、で、奈良じゃなくても、高市は奈良でしょ、奈良じゃなくてもですね、高市さんを通じてですね、あの、自民党の党員になりたいって、なんか連絡とかメールとかしたらですね、あの、なんかそういうふうな形で、高市さんを通じて、自民党の党員になれるらしいですよ。どうやら。なんと。うん、だから僕もちょっと、あの、その方向でですね、ちょっと高市さんを通じてですね、あの、自民党の党員になろうかなと思ってます。ね、なろう。もう次ね、もしこういう機会があったらですね、高市さん間違いなく出てくるよ。今よりもですね、あの、スタートダッシュをかけることができる状態で、ね、だって、党員名簿もない状態からスタートしてるんだから。なあ、岸田さんとかは党員名簿あってですね、もう党員に電話構成の嵐でございますよ。なあ、うん、で、高市さんもですね、これ党員名簿手に入れるのか、じゃあ遅れたのかな、手に入れなかったの最後。でもギリギリ手に入れたのかな。うん、だからやっぱりスタートダッシュでですね、これ大きな差がついてたんだよ。でもね、議員票を見ろよ、国民。おい、党員党友、お前ら後悔してる人いるだろ。河野太郎に投票して、うわしまったって後悔してる人いるでしょ。万が一ですね、今日もう一回党員党友票をやり直しますとかいう話になったらですね、きっと高市さんがナンバーワンになるんじゃないのかしら。なるのかしら。もうそこがですね、今回ちゃんと反映できなかったのが俺悔しくてしょうがねえ。これワンチャンね、今日からもう一回やり直したら高市総裁誕生するぜ、下手したら。くそ。だからですね、あの、本当ね、自民党好き、高市さん好きって言いながら、自民党の党員になっていない方々いっぱいいるよね。俺がそうだよ。もうまさに俺は、お前のせいだって言われたら、もう俺のせいだ。申し訳ない。ごめんなさい。だからですね、もうこんな思いをですね、ね、実力十分の高市さんですね、こんな思いを僕はさせたくないので、今日ですね、もう、高市さんの事務所を通じるという手もあるから、ちょっと今日じゃないかもしれないけれども、あの、自民党の党員になります。あの、なります。そして、もう内側からですね、もう大騒ぎしてやるわ、もう。うん。で、次ね、絶対ね、次こういう機会が高市さん出てくると思いますね。これね、岸田さんが多分ですね、今、決選投票の直前だけれども、もう岸田総裁はもう間違いないでしょう。まさかと思うけど、河野太郎総裁誕生とか、ほんと地獄みたいな発表すんなよ。頼むぞ。うん。頼むよ。ほんと頼むよ。ないよな、そんなことな。うん。まあ、岸田総裁で誕生でしょう。そしたらですね、あのね、高市さんがですね、絶対出てくるんだよ。高市さんは絶対に超要職に就くんですよ。ね。で、あの、高市さんのですね、あの、メール、あのね、あの、迷路会計じゃねえや、迷路会計じゃないな、あの、頭脳明晰っぷりがですね、あの、この岸田政権の中でですね、多分ね、ワンチャン岸田さんよりも高市さんの方が影響力増すと思うぞ、この岸田政権の中で。な、で、岸田さんもそれ多分分かってるからね、あんまり前に出てこないんじゃないのかな。高市さんに大体のことは任せるわ、みたいな状況に、俺はなるんじゃないのかなと思ってる。で、そうなるとですね、もう高市さんの国民的な人気もですね、今回爆破すると思うんだよ。とはいえ、油断ができないのが党員党友投票。な、もうこの状況でまだ河野さんにですね、こんな4割以上の票が入るなんていう状況になっているのがこの党員党友投票ですから、ここを変えていこう、我々。な、変えていこう。うん。だから俺は変えるつもりで入ります。はい。というわけでですね、これね、党員、党友票を、自民党の党員になろうというお話でございました。つうか、おい、決選投票の、まだかよ。俺トーク持たねえぞ。どうするよ。どう、持たねえ。あ、もうすぐかな。あ、だから引っ込んじゃった。あ、いけ、来い、ハゲ。じゃあ、そうね。まあいいか。とりあえず、もうちょっとだ。なんか記事読みながら待つ。もうちょっとだよね。うん。ちょっと一回切るか、ちょっと無理だな、よし、一回切ろう、始まる？あ、立つぞ、これ始まるぞ、うん、選挙管理委員会委員長、
名前なんだっけ、知らんな。これこの紙がですね、多分ね、結果なんで、最終結果なんですよ。来るぞ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 。これ多分圧倒的に、音出しちゃう。決選投票の開票結果が判明しましたので、ご報告いたします。ただいまの議員投票の結果、投票総数は381票であり、交付した投票用紙の枚数もこれと符合しております。このうち議員投票の有効投票は380票であり、都道府県票は47票となります。これより各候補者の得票数を申し上げます。議員票は河野太郎君131票、岸田文雄君249票、都道府県票ははい確定、はい確定。これ多分そうでしょ、で岸田さんが多分8票とかそのくらいでしょ。そうだねそうだね、はいはいはい確定、はい確定。合計は河野太郎君170票、岸田文雄君257票であります。はい、岸田総裁の誕生でございます。はい、岸田総裁の誕生でございます。でこれ岸田さんが総裁になったということはですね、高市さんがですね、超要職に就くのがですね確定いたしましたね。はい、官房長官とかその辺になるのかな、一番目立つポジションにですね、あの岸田さん多分高市さんをつけてくると思います。はい、で河野さんはですね、完全にこれ座敷牢でございますな。河野寸次郎、そして石破さんはですね、座敷牢に行くんじゃないのかしら、もうあのね、いやそういうことでしょ、はい、ということでですね、はい、岸田総裁おめでとうございます。とりあえず僕らとしてはですね、あの高市さんが総裁になれなかったっていうのは極めて残念。もう大丈夫だよ、もう号泣尽くしてますからね、もう大丈夫ですよ。はい、残念なんだけれども、あの河野政権というですね、超親中政権、はい、河野石破寸次郎というですね、最悪のですね、親中再エネ、大推進、脱原発、女系天皇容認政権はですね、なんとか防ぐことができたと。いや、ワンチャン危なかったよ。高橋さんいなかったらワンチャンこうなってた可能性もゼロじゃないからね。ちょっと怖かったんだけれども、まあ、最悪の事態だけはなんとか防げたということでございますな。そして、新しい政権の中でですね、どう考えても、誰がどう考えても、高橋さんは超要職につきます。そして次、こういうですね、機会があれば、総裁選があればですね、必ず高橋さんは超有力候補として出てまいります。で、その時にですね、必ず高橋さんがですね、この議員の心を掴んでると思うんだよ。しかしですね、今回の結果で見ても分かる通り、自民党の党友の票がどう動くか分かりません。分からない。この党員党友がですね、ちゃんとですね、この高市さんのこの総裁選をね、見ることができていたら、俺はこれ高市総裁誕生していたんではないかなと、俺本気で思います。もうこんな思いをね、この実力十分の高市さんに、こんな思いをもうさせたくはない。もう今回高市さんがですね、総裁になれなかったのは、もう我々みたいにですね、俺のせいだ、俺みたいにですね、高市さんとか言っていながらですね、自民党の党員にもなってない奴ら。こいつらのせいだ、俺らのせいだよ。うん。だからですね、あの自民党の党員になりましょう。自民党の党員になってですね、次の機会ではもう絶対に高市さんをですね、もう総裁にしよう。な。もうそこだけ伝えたい。もう俺今日からですね、あの、この党員になる行動に入りましょう。うん。で、党員っていうのはどんな活動をやってるのか。うん。そして党員っていうになったら、なんかイベントに呼んでいただけるのかしらとかですね。あとはなんか、どんなパンフレットが送られてくるのかしらとかですね。そういうのもですね、今後ね、この動画でですね、細かく見ていきますので、なんとかですね、次、高市さんを総裁にするために、もう今日から動こう。俺たち。動こうぜ。もう嫌だろ、こんな思いするの。もう嫌だ。もう、ちょっと、ダメだ。ダメだ、ちょっと待って。はい。もうこんな思いするの嫌じゃないですか。な、もう実力十分の人間をですね、総理に押し上げることができないんだよ、俺たちまだ。ね。で、そのためにはですね、党員になろう。
もう党員になってですね、総裁選に大きな影響を与えるようになりましょうということでですね、今日は残念でした。本当にもう、本当に残念だったんだけれども、ただ岸田さんであればですね、間違いなく高市さんを重用してくれると思うので、そこだけ、そこだけ、そして親中政権を防ぐことができたと、まあ、全然成果がなかったわけではないというのがですね、総裁選でございました。そして次は衆院選です。次は衆院選です。はい。もう運命の衆院選です。はい。で、次のこの衆院選に関してはですね、間違いなく岸田さんはですね、高市さんを前面に押し出してですね、衆院選戦ってくると思います。はい。もう、多分今の自民党であれば、大丈夫かな?でもね、高市さんのね、存在感をですね、がっつり示したっていうのはでかいと思うんだよ。岸田政権とか言いながらですね、実質はこれはお前高市政権じゃねえのかよと。そんな状況にも俺なりかねないと思っているから、河野くんとかがですね、自民党の顔になるよりはですね、全然自民党衆院選戦いやすくなったと思います。うん。次は衆院選な、絶対にそれ高市さんが前面に出てきてくれるから、全力で応援しよう。全力で応援しようということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。